ここで通行止めになりました。通行止め。熊らしき動物。熊っぽい動物がいるみたいです。熊らしき動物の出没情報。熊かもしれない。もうちょっとね、3キロぐらい先まで行きたかったんですけど、ここまでです。行けるんかな。今日はこの辺でキャンプします。銚子川のこの辺。銚子川綺麗ですね。透き通っとる。今日はこの辺でテント張ってみようと思います。多分晴れそうな感じする。友達にクレのお土産をもらいました。乾パン、ネイビービスケット。ごまの味が効いてうまいです。ごま味がよく効いてうまいです。お土産くれてありがとう。今日は鶏肉のもも肉買ってきました。この鶏肉使ってトルティーヤっぽいものを作ってみようと思います。前ね、松坂牛のステーキがうまかったんで、今度は鶏肉。鶏皮魚身っていう、鶏は皮から焼くんです。焼いてる間に生地作ります。トルティーヤの生地、小麦粉、このぐらい砂糖をちょっと入れすぎた、塩ひとつまみに。
ドライイーストを少しだけ、今もこれであと水とこねます。で、できました。トルティーヤの生地、これで、何分、20分か30分蓋して置いときます。30分経ちました。膨らんだ、膨らんでるはず。あ、いいな。これでピザ生地とかなんとか、そういう生地と一緒です。これを薄く伸ばしてトルティーヤの生地にします。破けた。いや、どう？もうちょっと。あ、破けた。ビロビロやの。破けたな。下手くそや。よいしょ。これで蓋してやります。炭火、結構ね、これすぐできるんですよ。これで出来上がりです。熱っ。バリバリに破けました。なかなか家でやるようにはうまくいかないですね。熱っ。これでね、のため鶏肉を切ってちゃんと焼けてるかどうか見てから食べます。美味しそう。いい匂いする。焼けとるな。カリカリや。皮がカリカリです。すげえうまそう。ちゃんと焼けてますね。大丈夫そう。おお、皮がうまそう。皮が。大丈夫せん。ええな。ちょっとうまい？肉が多すぎや。巻く予定でしたけど、肉が多すぎです。巻けないです。いただきます。サクサクやん。うわ、油が。うまい。すごい美味しいです。美味しい。
皮が破けたんで油がすごい滴ってきます。上手に作るといいですね。うまい。やっぱり肉は焚き火で焼くとうまいですね。すごいうまい。うん、うまかった。夜になるとまだ寒いですね。火からちょっと離れると火が白くなります。今は大丈夫。ちょっとも離れるとね、もう火が白いです。日が当たっているところは暖かいですけど、背中が結構寒いです。月がよく見えます。月がくっきり見えるんで、放射冷却が起きてすごい冷えるんです。こういう時は寒い。寒くなってきたんでコーヒー作ります。炭火にのせる。何をしてた？沸いてる。大丈夫か？コーヒーできました。鍋でお湯沸かして、コーヒーの粉をボンって入れただけです。で、アクを取りました。そーっとコップに注いだら出来上がり。はい、終わり。出来上がりです。コーヒー豆はね、その辺に掘っても生臭くなったり虫が湧いたりとかしないんですよ。前にコーヒー豆が腐葉土になるかプランターで試したことがあるんです。そしたらね、虫も湧かないし、生臭くもないしね、そのまま溶けて消えました。腐葉土になったかどうかは分かんないですけどね。一応燃やすとね、灰になるんで燃やしときます。9時になりました。一応ね、火を焚いてると獣を避けるんですけど、もう一個一応獣よけしときます。ちょっと怖いです。クマも出てくるかもしれないんで、一応獣よけもあるんで獣よけします。フライパン、これを叩き鳴らして獣よけします。大丈夫ですかね。なんかこういう金属音にビビるらしいんですけどね。今日はフライパン持っていたんで、これを獣焼きにしようかな。まあ多分気持ち程度。もう10時なんで歯磨いてみます。アーサーと円卓の騎士の方は伝説の剣の2本目を抜きました。で、
聖杯探しに出かけるみたいです。伝説の剣いっぱいあるんですね。2本目、おはようございます。寝てる間に雨が降りました。雨が降ったんで気が消えてます。もう灰ってほとんど分かんないんですね。これ灰なんですけど、これが灰や、これかな、灰、これが灰ですね。隅は結構目立ってますけどね、灰になると本当にやっぱり分かんないんですね。割と隅残りましたね。灰はもう砂よりやっぱり細かい、ほとんどあらへん隅の方が多いぐらい。これで元通りになりました。かまどの跡も消したし、ゴミもないし、バッチリだと思います。いいとこですね、こちらは。雨が降ってもまだ水がきれいです。もうちょっと濁るかと思ったんですよね。すごい透き通ってますね。清流です。じゃあ見てくれてありがとうございます。じゃあまた。